釣り竿をたくさん作って魚釣りごっこを楽しみましょう。この釣り竿は糸が絡みにくいのが特徴です。まずチラシで棒を作ります。バランスよく巻いていくために角のところを45度に折ります。巻き始めが難しいので爪楊枝か竹串を短く切って糊をつけ、そこから巻いていきます。この45度の線にできるだけ直角になるように巻いていきます。最後はセロテープか糊で留めてください。端を折りつぶしてちょっと硬くなっているところで折り返してセロテープで留めます。反対側も同じようにします。これでチラシの棒ができました。触ってみて中の空洞が広い方を 4、5センチ残して切り取ります。こんな風に真ん中に穴が開いています。ちょっと太めのストローを2センチぐらいに切って棒の先にテープで留めます。次に糸を結びつけたクリップで釣り針を作ります。これを先ほどのストローに通します。クリップを引き込んだら針先は筒の中に押し込みます。切り落とした方は折りつぶして棒の反対側にセロテープで留めます。ずれないようにしっかり留めます。ここが持ち手止めになります。持ち手を作りましょう。ストローを3センチぐらいずつ切り込みを入れて切ったらそこに糸の端を通します。端は糊で固めてあります。三角形にしてぎゅっと結ぶと持ち手の出来上がりです。いらない糸は切り落としておきます。この三角の部分を釣り竿の端に通して釣り針を引き出すと魚釣りができる状態になります。竿に通しておかないと持ち手がブラブラしてしまいます。片付けるときは持ち手を引っ張って釣り針を収納します。このとき針先を筒の中に入れておくと危なくありません。余った糸はくるくると竿に巻きつけます。最後に二股になっている持ち手止めのところに引っ掛けます。磁力の強いチェス型磁石でも作ってみました。磁石のくびれている部分に糸をしっかりと結びつければあとは同じようにして作れます。針がついていないので引っ張るだけで収納できます。持ち手止めは二股になっているタイプやストローを貼り付けて二股を作るタイプ、クリップを使ったタイプなどいろいろと工夫してみてください。これならたくさん作ってまとめてしまっておいても絡まることがありません。さあ、好きな釣り竿を取って遊んでみましょう。
これを外してで、くるくる遊び方を友達と教え合うといいですね。それは先側のクリップだから、クリップと呼吸と引っ張り出して引っ張り出すときにこの三角をここにかけておくといいよ。それです。これで同じやつするな。よし、やっときた。ずれた握りつるん。おお、ずれたすごい、大量。クリップはちょっと難しいよ、引っ掛けてね。こっちにもうそのどこね、いけた。そう。で、これで、針を外す。ね。お、引っかかった。何してんの？いや、かも、それは無理やろ、いくらなんでも。磁石と違って。行きたいやつする。釣れた。すごいです。あ、生きとる。逃げた。これをシューッとこう引っ張って、でこれくるくるくるっと巻きつけて、最後にこのところにでちょっと挟んどいたら逃げても。魚の作り方は別の動画があります。色によって得点を変えたり、制限時間を作ったりして遊びましょう。